ナヨタケカは新生端子金庫原竹木に属する金類のトガの一つ。このトガに分類される種の多くは傘と柄を持ち、比較的脆い繊維質の小実体を形成する。胞子は暗色であるものが多く、そのため胞子紋も黒色や暗褐色を呈するものが多いが、稀に赤色その他の明るい色の胞子紋を有するものも存在する。約半数の種では、 胞子の成熟に伴いガサが自己誘拐し黒い液状となる DNA の塩基配列の比較に基づく分子系統解析が行われる以前はガサが液化するヒトヨタケ型の形質を示す種の多くがナヨタケ属菌とともにヒトヨタケ科に置かれていたしかし分子系統解析が行われるとヒトヨタケ科が単系統群でないことが明らかとなったこの際 ヒトヨタケ科のタイプ種となっていたササクレヒトヨタケが、ヒトヨタケを中心とする多くの種と異なりハラタケ科に分類されることが示されたため、ヒトヨタケ科という科名はハラタケ科のシノニムとなり、ナヨタケ族をタイプ族とする本科が新設され、ヒトヨタケ科を構成していた大部分の種はこのナヨタケ科に移されることになった。ナヨタケ科に属する金の端子方式には、しばしば発学校が見られ、 また放射壁の中の色素は硫酸によって脱色が起こるのキノコではこの反応は見られない。このトガの菌の多くは不正菌だが、そちらエピマイセスのように近寄生成のものも稀に存在する。不正性の種の多くは窒素源に富んだ環境を好むため、腐葉土、動物の糞、くつき、芝生、庭園地などから発生することが多い。 いかに本家を構成するかい分類群を示す。本家のタイプ属となっているグループで、基本的に傘は液化しない。多系統の分類群であることが分かっており、将来的にはさらに細分化や再編が行われる可能性がある。基準州のナヨタケなど多くは吸水性の傘を持つのが特徴。アメリカ合衆国オレゴン州のロング川に生息するピーアクアティカは、 キノコの中で唯一水中に発生する種で2010年に新種登録された。ヒトヨタケ族、ヒメヒガサヒトヨタケ族、コープリナラス族は、旧ヒトヨタケ族に分類されていた多くの種と、旧コープリナラス族、犬センボンタケ族に分類されていた少数の種からなる。分子系統解析によって、旧ヒトヨタケ族などの分類が再編され、これら3族が、 ナヨタケかそちらアラッチに移された形となっている。なお、旧、ヒトヨタケ族として用いられていた、キャプラネスという族名は、現在では、ハラタケかササクレヒトヨタケ族を指す。いかに代表的な種について記述する。ヒトヨタケ詳細は、ヒトヨタケを参照。ヒトヨタケはこの族の代表的なキノコで、成長すると黒く液化する灰色の傘を持つ。個実体は、タバセシ。 倒木や不栄養な土壌から発生する。食用にされるが、アルコールの分解酵素の働きを阻害するコップリンを含んでいるため、酒と共に摂取すると中毒症状を引き起こす種として知られる。小実体が傘の形を保った状態で存在する器官が一般的なキノコに比べて短いことから、一とで消えてしまうキノコとして、ひとよたけの名が付けられている。牛ぐそひとよたけは、 ヒトヨタケと似た、液化する傘を持つキノコ。大肥や、粉状など、ヒトヨタケより、さらに増えような環境に多い。培養が良いで世代交代期間が短いことから、末広タケと並んで単子菌のモデル生物として利用されている。ゲノムサイズは、単層で 36MBP、染色体数は13。ゲノム配列の解読とアノテーションの付記が行われており、 分子伝学的な解析に用いられている。一方で、心臓病患者の血管中や、角膜心筋症を罹患した犬から、本種の無症禁止が検出された例も報告されており、稀ではあるものの人間や動物への病原性も指摘されている。コープリナプシスピケシア、コープリナプシスピケシアは、他の人よケ族のキノコと異なり、単性する。傘の色は、暗褐色で、 白い皮膜に覆われており、この皮膜は、古実体の成長に伴い割れて白い輪片となる。歴世やインドールのような深い臭を持つ。本種は、ヨーロッパに産するもので、日本からはまだ発生が記録されていない。キララタケキララタケは、薄褐色の傘を持つ、比較的小型のキノコ。タバセイシ、傘の周焉部には、乗線がある。傘の上部には、 雲母状の鱗粉があり、これが和名、英名の由来となっている。犬千本竹詳細は、犬千本竹を参照。犬千本竹は小型で開白色の傘を持つキノコで、しばしば大群生をすることで知られている。和名もこの性質に由来している。ヒトヨタケ類の他のキノコと似た特徴を持つものの、傘の液化性がより弱いことから、以前は、 犬千本竹属という独立した分類群として扱われていた。無地な竹属は、小実体の傘及びヒダが液化しないグループである。端子胞子の表面が平滑でなく、荒い誤状突起に覆われることと、ヒダの縁から透明な液体の雫が浸出することとによって特徴づけられる。俗名のラクリマーは、ラテン語で、類的という意味のラックラマに由来する。 カラタケカのキノコと似た特徴を持つグループ。分子系統解析によりナヨタケカの他の種と比べて、系統的に古くに分岐したグループであることが明らかとなった。ありがとうございます。